今回ご紹介する藤の花です。前回はここまでご紹介していました。上に載せていたお花紙を取るとくしゃくしゃになっています。これは乾燥させてもくしゃくしゃのままで、アイロンで伸ばそうと思っても絡み合ってなかなかうまく伸びません。時間も手間もとてもかかってしまいます。それよりは新しいものを作りましょう。これを新聞紙の上に並べてカラースプレーをかけます。このまましっかり乾燥させると、アイロンをかけなくてもピンとした状態でこんな風に置いていくことができます。スティックのりを使って台紙に貼り付けていきましょう。こんな風に出来上がりました。次は葉っぱも作りましょう。花よりも少し小さく、こんな風に3つに折ったら、さらに半分。葉っぱの形を描いて、その形の通りに切っていきます。ここは花の時と同じです。形がちょっと違うだけです。これを上の方にスティックのりで貼っていくと、出来上がりです。